シエナのカタリナ、またはシエナのカテリーナは、ドミニコ会第三会員の在属修道所。本名はカテリーナベニンカーサといい、裕福な家庭の出身だった。ローマカトリック、アメリカ、福音主義、ルーテル教会、聖公会で成人。祝日は4月29日。その象徴として、ユリの花、本、十字架像、心臓、ウバラの冠、聖魂、指輪、 バラの花、骸骨、教会の小模型、教皇庁の紋章を掲げた船の小模型が用いられる。体に現れる有形の病、火事に対する守護聖人。イタリアでは、流山、看護師、病人の守護聖人。ここではイタリア語表記に習い、カテリーナと表記する。カテリーナは、シエナの裕福な染め物や、ベニンカーサ家の23番目の子として生まれた。彼女は、 正規の教育を受けなかった。7歳の時に彼女はイエス・キリストの夢を見た。キリストから宝石の冠とウバラの冠を差し出され、カテリーナはキリストの前にひざまずき、ウバラの冠を選んだという。それがきっかけで家族が反対するにもかかわらず、自分の純血をキリストへ捧げることを決めた。カテリーナの両親は娘に女性として、普通の人生と結婚を望んだが、 その願いに反し、彼女は10代後半から一生を祈りと瞑想と一人で暮らすことにすべて捧げることにした。18歳の時、彼女はドミニコ会の会員となった。会員として、カテリーナは修道院の中で暮らすよりも、むしろ院者として自宅で暮らした。彼女は女子修道院でおそらく許されたことのない禁欲の行を練習した。 カテリーナは多くの厳しい自己鍛錬の業を行い、日課として睡眠と食事を削った。カテリーナは非常に食が細いことで知られ、彼女は自分が吐き戻したものも食べていた。彼女は生産以外の生涯の大部分を断食していたことで特に有名であった。カテリーナがもっと自分で食べようとしているのを知った。生殖者たちは彼女に食べさせようとしたが失敗に終わった。 しきたりとしての断食は中世後半に普通に行われており、カテリーナの断食のやり方は、キリスト教の模範と照らし合わせても突出している。ディブロデラディビーナドートトリーナ C1475 カテリーナは、病人や貧者を援助することに人生を捧げ、彼らの世話のために、病院や自宅へ出向いた。彼女は、男女の賛同者を集めて、彼らと、来た。 イタリアを旅し、布教した。カテリーナは、信仰教書の学習にも、人生を注いだ。1366年頃、カテリーナが、病気がちになり始めてから、彼女は、キリストとの神秘の結婚を、自身の手紙に綴った。キリストは、原始の中で、カテリーナに、彼女にしか見えない輝く指輪を与えた。また、ある時には、 カテリーナの心臓とキリストの心臓を取り換える原子を受けた。さらに彼女は成功を受けるという恵みも受けた。1370年、彼女は地獄、煉獄、そして天国の原子を受けた。彼女は有力者の男女に宛て手紙を書き始め、特にイタリアの共和主義者と広告君主の間に平和を恋、教皇庁がアビニオンからローマへ帰りを求めた。彼女は、 ローマ教皇グレゴリウス11世と長く文通をし、聖職者の改革と教皇領の管理について彼に尋ねた。1376年6月、カテリーナはフィレンツェ大使としてアビニョンへ向かい、教皇領との和平を結ぼうとしたが成功しなかった。彼女はグレゴリウス11世に教皇庁を正規の首都ローマに返すよう説こうとしたのだった。彼女はイタリアの平和回復には、 教皇のローマ機関が重要であると考えていた。彼女は教皇にそう深い印象を与えたが、教皇庁の有力な幹部は機関に消極的であった。それでも教皇は自身の死政権を1377年にローマへ戻した。ところが翌1378年にグレゴリウス11世が亡くなると、その後継者が問題となった。彼女は ウルバノス6世の味方となった。カテリーナはローマへ召喚され、ウルバノス6世の宮廷に滞在し、貴族と正当な数奇教たちを解こうとした。だが、新教皇のカタクナな姿勢は、彼女の仲裁を失敗に終わらせ、数奇教たちはアビニョンに戻って対立教皇を立てた。これが40年にわたる教会大分裂の始まりとなった。 彼女は起点する1380年までローマで暮らした。教会大分裂の問題は、彼女の生涯が終わるまで彼女を悩ませた。カテリーナの手紙は、初期とスカーナ文学の傑作の一つとみなされている。300以上の手紙が現存する。教皇にあてた文中、彼女はしばしば教皇を愛情込めて、パッパもしくは、バッポと呼んでいた。カテリーナは1380年春。 発作のためにローマで休止した。彼女はイエス・キリストと同じ33歳で死んだのだった。シエナの人々は彼女の遺体が戻ることを願った。伝説ではカテリーナの頭がどのようにシエナへ帰ることができたか触れている。シエナの人々は彼女の遺体すべてを運んで検問を通過できないことを知り、頭部だけをカバンに詰めて持ち帰ることにした。それでも彼らは 警護兵に制止されてしまい、彼らは力添えをカテリーナに祈った。もはや検問を突破できないと悟った彼らは、カバンを開けて、中を見せたが、そこには、バラの花びらがたくさん入っていた。シエナへ着いてからカバンを開けると、彼女の頭部はその中にあった。この伝説のために、カテリーナはいつもバラを持った姿で表される。スペインには、以下のような民話が伝わっている。 カテリーナは死後天国でシュイエスと聖母マリアに可愛がられていた。ある時母が悪態をつくという罪から地獄へ行かされることを知ったカテリーナはシュイエスと聖母マリアに母を天国に入れてくださいと頼んだ。聖母マリアに命じられた天使がカテリーナの母親を地獄から天国へ連れて行こうとすると他の魂がカテリーナの母親にしがみつき一緒に天国へ行こうとした。その際、 カテリーナの母親は天国へ行きたければ私のように聖女を娘に持てと他の魂に悪態をついたため地獄に戻されてしまった。カテリーナは再び同じ頼み事をするが聞き入れられなかったため自ら天国を離れ母親のいる地獄へ移っていった。1461年ピウス2世はカテリーナを劣勢した。彼女の祝日は 伝統的なローマカトリック歴では4月30日であったが新しいローマカトリック歴では4月29日に改められた。この日はルーテル教会派を含む多くのキリスト教徒によって祝日とされている。1970年にパウルス6世は女性として初めてカテリーナとセーテレサに教会博士の称号を送った。1999年。 ヨハネ・パウロ2世はカテリーナをヨーロッパの守護聖人の一人としたスペイン民話州ありがとうございます。